流別村は北海道根室振興局エトロフ郡に属する村。日本で最も面積の広い村である。ただし2020年現在流別村を含む北方領土に日本の市政権は及んでおらず、法律上のみ存在する村となっている。村名の由来はアイヌ語のルペッカラ。当該地域の領有権に関する詳細は千島列島及び、 北方領土問題の項目を、現状に関しては、サハリン州クリル管区、エトロフ島ソ連崩壊後のエトロフ島の項目を、参照のこと。モエショえアン・ベルタルベサン・エトロフ島の南西側、ほぼ半分を占め、クナシリ水道を挟んで、クナシリ島の後いや岬とは、約2 0トルの距離。地勢は、平野部が多く、故障も発達している。また、 萌え昭湾と丹寒湾、ポロノツバナや野戸寺岬などの地形から天然の良好に多く恵まれている。中心集落の流別は流別本村とも呼ばれ、漁業の中心地として、また島の両岸を結ぶ交通の要所として発展した。一方、陶器に流氷で閉ざされる流別港を補う形で南岸の丹寒湾に面するとしめぐも発展し、さらに天然には、 海軍飛行場が建設されるなど、昭和期には、エトロフ島産業の中心となり、社名を超え人口も増加を続けた。現在、流別村に関する戸籍事務は、根室市役所が代行している。なお、戦前の戸籍簿、除籍簿の一部は、釧路地方法務局根室市局に保管され、根室市局が、証明書の請求窓口となっている。根室、千島歴史人名事典による、 島の北西岸と南東岸で産物が違い、主に西が漁業、東が再創業。冷蔵装置を積んだ冷蔵船が沿岸を巡回し、低地網の漁獲を回収して根室へ出荷された。8月15日現在総務省統計局、国勢調査ソ連占領後の流別はロシア名クイビシェフ村、内田持はドブロエ村となったが、現在は廃村 旧天寧飛行場のある天寧のみがブリベスニク、村として残っており、1992年の人口は6500人。ありがとうございます。